同志の伝承。遥かな神話時代、世界が闇に覆われると、いずこより現れ光を取り戻した。時代は移ろうとも、世が乱れるたびに人々は伝承を語り、救いを願う。そのたびに同志は姿を現し、闇を振り払ったという。しかし、平和が訪れると同志は姿を消した。彼らはどこへ？その答えを知る者はいなかった。いつしか人々の記憶から伝承の中へと消えていった。世界を再び覆わんとしていた。同志の名が再び語られ始めた。だが、未だ同志は姿を見せなかった。やっぱり聖剣を掲げる英雄、同志の壁画だ。ようやく見つけた。スレイ、僕はハズレだったよ。ミクリオ、先を越されたね、今回は。やっぱりアスガード時代以前には同志は身近にいたんだよ。そう断じるのは早計じゃないか。何よりまだこの遺跡がアスガード以前のものか確証はないんだ。模造かもしれない。この規模の遺跡で様式まで乗っ取った模造建築なんてしないんじゃないか。あれって遺跡探検はここまでだ。スレイ、スレイ。
一発。頼むよ、早く上げてくれ。総流放て、ツインフロースレイ、とっさの判断だったけど、うまくいったろ。これで貸し借りなしだ。これは地下にも遺跡があったなんだ。落ちたのに感謝だな。まったく。それより戻る方法を見つけないと。あ、うん。さっきも相当だったけど、石板あったし気にしてらんないだろ。ああ、そうですか。誰か倒れている。あのさ、ミクリオ、あれ人間だ。まさか。待て、人間には関わらない方がいい。ほっとけない、まだ生きてんだから。わかった、僕も手伝う。とにかくもっとあたりを調べよう。うん。剣がベトベトだ。蜘蛛の巣が多いな。長い間誰も足を踏み入れていないんだろう。どうかした？でかいクモ初めて見た。ぼーっとしないで素手に構えて。たっ、蹴散らす。はっ、畳みかけろ。せきらめ、これどうだ。はっ、せきらめ。こいつまさか兵馬本当か？見るのは初めてだけどね。なんで兵馬なんて化け物がこんなところに。逃げる気だ。忘れてないよね、じいじの言葉。ああ。兵馬？
そうじゃ、兵馬じゃ。汚れが生んだ恐ろしい魔物じゃ。奴らを倒せるのは特別なものだけが操る浄化の力のみ。二人とも兵馬に出会ったらすぐに逃げるのじゃ。忘れてはならんぞ。我らに兵馬を退治することはできないのじゃ。よいな。浄化の力がないと兵馬は倒せない。今は追い払えただけで満足しないと。ならなおさらだな。ん？急いで彼女を助けなきゃ。あんなのがうろついてんだから。敵と合わないことを祈るか。古代語の匂いがする。行くぞミクリオ。行くぞ畳みかけろ。行かけるほど。行くぞ。おとなしく眠ってくれ。これでどうだ。お湯放て。ツインフロー。行くぞ襲撃。もう終われない。まだだ。もう今以上の強敵と合わないことを祈るか。
何何？僕が預かっておく。夢中になったら止まらないからね。無事戻れたらちゃんと返すさ。お願いします。見えてるのに行けないのはなんとももどかしいな。飛べそう？君次第じゃない。見てみたら。どうだい？やっぱ無理だ。まぶねえ。驚かせるなよ。悪い悪い。やはりこちらからはいけないか。構造上つながってるはずだ。ま、戻って調べてみよう。あれってどうしたんだ？うん、あれ何？もっとよく見てみる？時間が惜しいんだ。回りくどいのはなしにしてくれ。よほん、説明しよう。これはやっぱりいい。下に行けばわかる。まったく負けず嫌いだな。
るほど、そういうことか。まさか空中を歩けるなんてな。正確には透明の橋だけどね。ちゃんと人が乗れるのかな。なんだ、今日は妙に冴えてるね。今日はね。ちぇ、大丈夫そうだな。うん、やっぱり考え直そう。スレイ、あの、大丈夫？あれ、はあ、私は確か森で、これの意味でただの人間だ。だな。大丈夫そうだ。ありがとう、心配をかけたようだ。君は？名前。そっか、名前、そう、俺はスレイ。スレイ。うん、よろしく。スレイ、この近くで落ち着けるところはないだろうか。都まで帰る準備を整えようと思うのだが。都から来たんだ。どうだろう。俺の住んでるとこに来なよ。スレイ、それは。いいのか、何者とも知れない私を案内しても。困ってる人をほっとくなんてできない。そんだけ。大体名乗らないのも変だ。怪しいと思うのが普通だと思うけど。君は私の名を尋ねないのか。事情があるんだろ。でも悪い奴には見えないよ。スレイ、重ねて感謝する。じいじの雷、覚悟しておくんだね。うん。何か？うん、なんでもない。とにかくあっちだ。さあ行こう。返すつもりはないけど、目を離さないようにね。うん、ああ、
彼女困ってる状況じゃなきゃいいな。いつもながら甘い。ああ、無事帰ってこれた。なんという美しさだ。まるで神話に出てくる天族たちが暮らす神殿のよう。本当に天族って呼ぶんだ。何かおかしいだろうか。うん、神、霊、魑魅魍魎といった姿なき超常存在を人は畏敬の念を込めて天族と呼ぶでしょ。天意見聞録の引用。じゃじゃーん。君も読んだのか。君もってことは。幼い頃にそれは何度も。あっと、俺の村はここから少し行ったところだから行こうか。了解した。ねえ、天意見聞録って子供向けの本なの？ん？さっき子供の頃に読んだって。大人も大勢読んでいるよ。私が早熟だったのだろう。なんだ、そっか。うん、素晴らしい本だからね。ああ、なごっちゃってどうなることやら。ここが俺の村、伊豆地だ。カムランではなく伊豆地。やはり噂は嘘だったか。おやつ作り完了だ。ヤギだよ。ヤギ？これほど大きなものが。じいじに報告してくれ。黙っとくわけにはいかないよな。後で来るんだろ。うん。みんな来て、紹介するよ。ん？これが森で暮らす俺の家族。これは芝居？それとも何かの演出か？なんでもない、忘れて。君は面白い人だな。あれが俺ん家。先行って休んでてよ。俺ちょっと用あるから。村の中を拝見しても？いいけど、みんなを怒らせないでね。なるほど、ここは天族の森と言いたいのだな。そう、それ。
では粗相のないようにしなければ。さて、ミクリオ、じいじにうまく話してくれてるかな。まあ、スレイから直接聞いてください。塩のない。このバカモン！ただいま、ジージ。なぜ人間を我らの地に連れ込んだ？ジージ、スレイの言い分も聞くって言ったじゃないですか。今から聞くとこじゃ。スレイヤー、分かっていながら戒めを破ったのか。ごめんよジージ、放っておけなかったんだ。この地に災いをもたらすだけだ人間は。俺も人間だよ。お前はわしらと共に暮らしてきたことでわしらの存在を捉え、言葉を交わす力を育んだ。普通の人間にはできぬことじゃ。この大きな違いがわからぬお前ではないだろう。確かに、あの子に霊能力はないみたいだった。それでもスレイにとって初めて出会った人間だったんです。だが同じものを見聞きできねば共に生きる仲間とは言えん。わしはこの地を守りながら赤ん坊の時からお前たち二人を育ててきた。うん、感謝してる。それはお前たちが他の皆と同様にこの森を守る存在となるからだ。無用な侵入者は排除せねばならない。皆の平和な暮らしのために。はい、では行くのじゃ。せめてあの子の準備ができるまで待っていい？急げよ。ありがとう。ジージ。分かっておるよミクリオ。あの子の気持ちはまっすぐで正しい。だからこそわしは心配なのじゃ。スレイ。
あ、これ。なあ、この紋章って。ああ、同志の紋章だね。だよな。天族と交信し、かの力を意のままに操り、圧倒的な力を発言する者。同志か。同志になったつもりかい？どうかな？暗黒の世を救う救世主には見えないね。黙るのだ、天族よ。お断り。ほら、発掘したもので遊ばない。だな。彼女、遅いな。ちょっと見てくるよ。楽しめた？ああ、だがずっと誰かに見られてるようで、なんだか。ご飯にしよっか。すまない、実はもう限界だった。じゃあ俺の家に行こう。気使わせちゃったかな。何か？何でも。さあ入って。ねえ、君がいる都ってどんなとこ？私が暮らしているのはハイランド王国の都、レディレイク。レディレイクって聖剣伝承の？知っているのか？天意剣文録にあったよ。湖の乙女の守る聖剣を抜いた者が同志になるって伝承があるんだよね。ああ、恵まれた水源を持つ都で、酒と祭りが好きな陽気な人々で溢れていた。溢れていた？昔はそうだった。下界の人たちは大変なんだな。下界？山を降りた先のこと。俺ここから出たことないんだ。一人でずっとここに。スレイこそ大変な境遇だったのだな。そうだ、明日からの帰り支度手伝うよ。何がいる？保存食とかカバンとか。そうだな、あと少々の道具類と寝袋があれば。わかった。じゃあまずは狩りだね。明日案内するよ。ありがとう、感謝する。おはよう、スレイ。おはよう、ミクリオ。ミクリオ、早く！のんびりしてる暇はないぞ。わかってる、すぐ行くよ。じいじにいろいろ仰せつかってね。しばらくは暴殺されそうだ。そっか、こっちのことは気にしないで。スレイ、じいじの気持ちも。うん、わかってる。ミクリオ！じゃあまた。あ、あ、おはよう。よく眠れた？おはよう。久々にぐっすりと眠れた気がする。じゃあ早速行こうか。
入り口の門から左手だよ。そこにウリボアがいる。いい狩り場なんだ。了解した。